地震発生時の北海道苫小牧市の映像です。揺れが続いた後、街の明かりが消えました。この後、大きく光る様子が確認できます。変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。各地の震度です。震度6強が安平町、震度6弱が千歳市、震度5強が札幌市北区、苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新日高町。新千歳空港の国内線ターミナルです。航空各社は今日すべての便の欠航を決めました。そして今空港のビルは終日閉鎖となっています。で、空港の中の被害なんですけども、こちら屋根が、丸ごと崩れ落ちている状況です。さらにこう下を見てみますと、落ちていく壁もあったり、さらに水漏れも起きています。北海道厚真町の上空です。上空から見てみますと、土砂崩れが大規模に起きているのが分かります。広範囲にわたって厚真町の、至る所で土砂崩れが起きています。いくつもの建物が土砂で、押しつぶされています。今、札幌市東区の映像ですけれども、こういった状況があるいはいろんなところで起きている可能性もありますので、まあ、先ほども申し上げましたけれども、その緊急車両もあるいは邪魔になってしまう、そんな事故を起こしてしまう可能性もありますので、緊急でない以外はこれ車での移動というのはやはり危険かもしれませんね。そうですね、不要不急のですね、車での移動は控えていただきたい、政府においては被害状況の把握を進め、人命第一の方針のもと、政府一体となって対応に当たっています。現地においては自衛隊部隊が4000名体制で救助活動をすでに開始しており、今後2万5000人にまで増強する予定です。自衛隊、警察、消防、海上保安庁の部隊により救命救助活動に全力を尽くしてまいります。